平野紫仕様、香港でのルイ・ヴィトン賞招待にファンが熱狂。色気あふれ出てる7万5000件のいいね反響。日本の人気アイドルであり、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに招待され、その様子を SNS で報告しました。 彼の全身ビートンコーデにファンからは絶賛の声が殺到し、わずか23時間で75万件を超えるいいねが寄せられました。この出来事が、平野仕様のファッションアイコンとしての地位を一層確立する契機となりました。1。平野仕様のファッションとビートンアイヘイヤー仕様はこれまでにも SNSA でビートンコーデを披露するなど、高いファッションセンスで知られています。 その中でも、香港でのショーへの招待を機に披露した全身ビートンコーデは、彼の洗練されたセンスとビートンへの愛を象徴しています。グレーの上品なジャケットとデニムが、ビートンの洗練されたデザインと調和し、そのスタイリングは多くのファンに称賛されました。2 香港でのショーへの招待兵や使用は SNS を通じて、アットライスルーテンから2024プレフォールメンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます。と報告しました。香港の夜景をバックに、手にした赤いビトンのバッグが一層彼のスタイリングを引き立てています。 この招待は、日本のアイドルが世界的なファッションブランドに認められ、招待されることの重要性を示しています。3. ファンからの熱狂的な反応平や仕様の SNS 更新に対するファンの反応は圧倒的でした。かっこ良すぎる爆池。色気が溢れ出てるめっちゃ、かっこいいやっぱり世界が黙っていない、など多くのコメントが寄せられました。その中でも、いいね。 が23時間で75万件を突破するという数字は彼の人気と影響力を証明するものでありファッション業界において彼がいかに注目を集めているかを示しています。4. 平野仕様のファッションアイコンとしての地位の向上この香港でのルイ・ヴィトン賞への招待は、平野仕様がファッションアイコンとしての地位を一層確立する重要なイベントとなりました。 日本国外でのファッションショーへの招待は、その国際的な評価を示すものであり、これによって彼のファッションへの情熱とセンスが広く認識されたと言えます。これは、日本のアイドルが国を超えてトレンドセッターとなる典型的な例として注目されています。平野紫耀の香港でのルイ・ヴィトンショーへの招待とそのファッションコーデは、 彼が単なるアイドルではなく、ファッションアイコンとしての地位を確立していることを示しています。SNS 上での熱狂的な反応と、いいね、の数は彼の人気が日本国外でも高まっていることを示しており、今後ますます国際的な舞台で彼の活躍が期待されます。香港での賞は、平野紫耀のキャリアにおいて新たな一歩であり、 これからも彼のファッション活動に注目が集まることでしょう。